大阪醤油チャンネル、まいちゃんを食べ尽くせー、イエーイ。シンプルにまいちゃんを使った料理を食べていただきたいなと、普通に頑張っていただいたので、いやもうダンスもしたしそうですね、いや、あの踊りすぎてあのつなぎ1個ダメにしましたから、汗汗いや本当に汗だくでした。私も今日はうっこさんがやってるネギ、そうですね、横芝光町の光ネギ、あーすごい、うん、すごい廃棄の、まあ、ちょっと危機にあったので、それを農家さんが助けてくださいっていうので、うん、僕は去年からそこで手伝って光ネギうまいよっていうのをちょっと皆さんにね、はい、あのアピールしてるんですよ。光ネギ使ってるイコールめちゃくちゃうまいし、しかもうまいジャンシリーズかけるでしょ、バックうまだよ、相性ぴったりだからね。うまいジャンシリーズって持って帰ってるから、あーもうもちろんいただきました、いただきました。あーじゃあ味全部分かる、だって僕らラジオで CM させてもらってるぐらいですから。大高醤油うまいジャンシリーズ、玉ねぎじゃん、玉ねぎをたっぷり使用した万能タレ、うま塩じゃん、ニンニクとごま油風味の塩だれ、スタミナじゃん、焼肉ステーキ炒め物におすすめ、ペッパーじゃん、黒胡椒の刺激がたまらない、ご飯にかけるじゃん、ご飯にかけて大切な人への贈り物に、大高醤油じゃん。この5種類全部それぞれ味付けしてるんですけど、それぞれ個性を出して作ってる大高醤油さんのうまいジャンシリーズは、うん、分かるよそれ、もう完全に分かりますか、え、じゃあ行きます、抜き打ち聞きうまいジャン選手権普通に食べさせてくんないじゃん、じゃあご褒美じゃないか、いやだって普通のおじさんがね、ただご飯食べてても、うん、それ動画としては面白くないじゃないですか。いやまあでも分かるからね、言ったら、まあね、もう分かるからね、当ててもらえばいい話じゃん、うんうんうん、じゃあこっちから言ってみて、じゃあ答え聞こうとすなよ、生きたの分かんないでは食べていただきましょう、こちらから、いただきます。あーもう分かったな、俺本当ですか、うん、いやもう見た目で全然個性が違うから、これあ、うんうんうん、はい、うんうん、あ、うめえ、いや、コクが引き出てるな、これあれ、あれだわ、引き出てる、うん、で、コクと甘さがね、引き立ってるよね、甘さがね、うん、これがね、せーの、玉ねぎじゃん、これね、シュ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 ケアって、これでいくぜ、はい、はい、もうこれは、はい、じゃあ、二品目、はい、お願いします、はい、むずいぞ。あれかなじゃん。あんま自信ない。あれかな。あの甘みが強いんですよ。うんうん、マイジャンシリーズの中で甘みが強いやつってこれかなと思います。ご飯にかけるじゃん。この特徴とこの特徴に当てはまらないんだ。残りはこれかなみたいな感じ。これご飯にかけるじゃん。これだと思う。です。なるほどなるほど。じゃあこれはこれもう見てわかるもんね、これね、はい、見ましたじゃん、うん、あ、もうやばい食べてないけどちょっと取ってみよう、食べてもらっていいですかこれをもうね、黒胡椒の刺激がたまらない、はい、うん、はい、ペッパー醤です、はい、まああと2つね、はい、これもう、はい、あ、もうよっしゃクリア、もう見た目がね、そうちょっとあの色が薄いですよ、ちょっとね、いただきます、うん、あ、さっぱりした塩加減がすごくいいですね、ニンニクも入ってるからこうね、うん、ご飯も進むね、これね、これはね、うん、うまい、うん、うま塩じゃん、うん、こちらですね、まあ、どうせやけど光ネギとお肉、うん、で、これ美味しそう、豚肉ね、わ、これ作った人めちゃくちゃ上手だわシェフ、ちょうど、あ、シェフ美味しい、うん、ありがとう、肉の焼き方、ネギの火の通し方、完璧、完璧、はい、ありがとうございます、いや、これは本当スタミナつくね、いやスタミナじゃん、うん、スタミナつくわ、これスタミナじゃん、うん、ってことはせーの、スタミナじゃん、はい、全問正解じゃんね、うん、ファイナルアンサーは、ファイナルアンサー、もうぶっちゃけゆりあちゃん言っちゃっていいですよ、残念、すいません、いや、それはそっちのせいだそれはそっちのせいだ、うん、唯一言うならこれとこれが怪しいぐらいで、あ、そう、ちょっと最初の明るさどこ行ったんですか、二人とも、スタミナ醤はニンニクとパンチ力というか、うん、ご飯にかけるとちょっと
醤油に近いさ、うん、さっぱりな感じが、うんうん、こっちである。ごめんなさい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 。本当ごめんなさい。冗談。冗談。でもファイナルアンサー言ってしまいましたからね。謝罪ギャグみたいなのないですか？自信あったんですけど間違えた。本当に失礼なことしたかなと思って見てる人、関係者の皆様すみませんでした。いや、めっちゃハゲてる謝って、めっちゃハゲてるハゲの形が千葉県みたいになってる。なってねー千葉県みたいになってない。え、ちょっとめちゃくちゃ面白かった。すいません、すいません。ハゲの形が千葉県みたいになってる。さすがですね。おかしいな。これはもうすごい、もう許しちゃいますね。ありがとうございます。間違いません。ファイナルアンサー正解は正解です。よっしゃきた。逆に良かったと思うんですよ。だって普通におじさんがどこうまいうまいうまいって言って終わりよりかはそうね、さすがのさすがの芸人さんだなと思いましたよ。今日現段階で門外不出の新作のうまいじゃん。まだ名前は仮なんですけど、うん、エクストラうまいじゃんみたいな感じで社長に聞いたっすけど、うん、結構制作費が全国 CM もあるタレントさん、まあ社運かけてるじゃないですか。そう、それを先行で僕らに食べていただいて、で2人がいい感じだったら千葉限定の CM は僕僕ビールです。あらら、はい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 、っていう話を。いやでも社長は言った CM ね、言った手前確定を、うん、聞いたら相当気合い入れてるっていう話なんで、うん、食べてみたいですか。いや食べてみた、はい、見たい。じゃあお願いします。ということでもぐもぐピーナッツをその気にしたところで先にネタバラシ。 CM は当然エクストラジャンなどの発売などはございません。これから食べてもらう料理は超激辛ソースで作った生姜焼き。もぐもぐピーナッツの2人は CM をゲットしたいがために辛さを我慢し美味しさを伝えることができるのか検証。ちなみにバッシー君は辛いのが苦手です。ありがとうございます。あれじゃあご褒美です。やっぱ色全然違うね、うん、なんかもうコクがすっげー伝わってくる。おお、どうですか。うんうんうん、 X じゃん早くもう食べたい。じゃあいいですか。ぜひぜひ。いいですよ。はい、感想お願いします。いただきます。肉とね、はい、おお、あ、めちゃめちゃコクがすごいありますね、これ。え、すごっ、辛っ。どうしました。辛っ、ん、なんか魚介のエキスというか、それこそ牡蠣とかの濃縮されたなんかエキス、すごい辛い入ってると思う、これ。あ、これはバカじゃん。うまい、うまいじゃんシリーズのこれうまいじゃんシリーズの新作、バカじゃん。これはや、ということでこれドッキリ大成功。やってろよ。うわ、最後にチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。 Facebook、Instagram、Twitter もやってるのでよろしくお願いします。はい、はい、です。はい、よろしくお願いします。ぜひ、ありがとうございます。では、またね。またね。じゃあ手を千葉県の形にして僕らの挨拶もあるんで、バイバーイ。手が千葉の形になってますね。いや、そうなんですか。え、そうですか。あと、どこが違う。いや、めちゃくちゃハゲてるじゃん、ちょっと。ハゲの形が千葉県みたいな形になってる。なってないんだよ。